大山信介のみんなの北海道 2.0。 北海道、関西、そして全国の皆さん、おはようございます。お待たせしました。北海道田舎プロデューサー大山信介です。札幌 HBC ラジオのスタジオから北海道へ、そして関西 MBS ラジオをお聞きの皆さんにお届けしていきます。10月10日ね、明日休みじゃないですよ、ね、あのカレンダーによってはね赤になってる場合がありますんでね、一応祭日ではないと。僕ね、本当数日前までちょっと勘違いしてましたね。あなたはどうですかね。ということで、10月も半ばになってきました。急に思い出したんですけど、こう何ですかね、この新型コロナの関係で時が飛んだ、そんな思いがありましてね、去年何してたかなとか、一昨年何してたかなとか思うと、そういえば2年前って日本中ワールドカップでしたね、ラグビーのね。この辺りはね、アイルランドに勝ってスコットランド戦とかね、そんな感じでしたね。早いですね、あっという間の2年でした。ただその世相大変な中でも各地域でそれぞれですね、いろいろ頑張ってらっしゃったとね。なんか行事が中止になったりね、そういったこともありましたけれども、これから徐々にね、来年、再来年、そして僕よく言うんですけど、あなたの10年カレンダーに、あるいは5年カレンダーでも結構ですけどね、ぜひ覚えていただきたいなと思う、そんなことをですね、ゆったりまったり今週もお伝えしていきたいと思いますが、今週はこれは番組初登場と言っていいでしょう。沼田町です。沼田町と聞いて北海道内の方は、あれとあれとあれねというふうにですね、もう決まりボーンと出てくるのがあるんですね。これはどんなことかということだとか、ひょっとしたら本州の方も、あれひょっとして昔朝ドラのなんかロケ地だったなんていうことを覚えてらっしゃる方もおいでかもしれません。ということで、今週は空知館内沼田町にスポットを当ててみたいと思います。それでは今週も最後までごゆっくりお付き合いください。大山信介のみんなの北海道 2.0。大山信介のみんなの北海道 2.0、 お送りしています。今週は沼田町です。沼田町、ね、場所のおさらいからいきますね。北海道では空知館内と言いますが、ですね、札幌から北に行きます。車で約2時間くらいですかね。高速使うと1時間半とで、旭川から1時間くらい、旭川空港からも1時間とちょっとという場所ですね。人口3000人、農業の町です。お米とトマト、これがね有名ですけどもね。そしてね、人口3000人なんですけど、いろんな観光のコンテンツが盛りだくさんなんですよね。今日はその辺ちょっとお聞きしたいなと思うんですけど、アンドンね、アンドンと、それからホタルなんですよ。これがね、北海道内では有名で、本当にね、この辺をお聞きしてみたいなと思うんですけれどもね。本日は沼田町役場産業創出課、高橋浩一さんにお電話がつながってます。高橋さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ということでね、まあ農業の町ですけどね、沼田町はね、はい、観光のコンテンツが豊富 で、ね、アンドンと言っちゃいました、はい、このまずアンドンについて教えてもらえますか。沼田町にはですね、はい、沼田町陽高安頓祭りという大きいお祭りがありまして、毎年8月の第4金土に開催されております、こちらの方はですね、北海道三大安頓祭りに数えられておりまして、斜里町、八雲町、そして沼田町、この3町がですね、あの安頓の三大安頓祭りとして、数えられているというところです。でその中でも沼田町は北海道唯一の、喧嘩安頓ということで、大きな安頓がですね、ぶつかり合う大迫力のお祭りです。喧嘩安頓、はい、今ね高橋さんの陽高安頓って
やりましたけど、そうですね、漢字で書くと夜の高いって書くんですよね。そうですね、夜の高いと書いて陽高と言います。館じゃないんですね。そうなんです、陽高安頓、はい、で高さが7メートル。そうですね、高さ7メートルで長さが12メーター、そして重さが5トンになります。5トン、はい、5トンってこれ何で担ぐんですか、これ。ですね、おおよそですけども、大体60名ぐらいが、まあ、台車にたかってですね、それで、まあ、良い朝の声をもとに安頓を支柱引き回しするという感じですね。60名が担いで、はい、担ぐというよりは、まあ、あの台車車輪がついてますので、そうか、押すという感じですね。これ安頓は何個あるんですか、何機っていうのかな。安頓はですね、あの大型と言われる、安頓がですね4機、それがですね職域になってまして、役場、農協、自衛隊、そして最後商工会と、この4台の大型安頓がぶつかり合うというようなお祭りです。出た、職域。はい、そうなんです。だってね、この人口ちょっとずつ減ってくるとね、誰やるんって話になりますよね。まあそうですね、これ職域で守ってるんですね。そうなんです、あの各安頓連ということで、まあ、その役場だった役場の安頓連の中で全て、まあ、ゼロから全部作ってですね、組み上げて参加するって形ですね、はい。じゃあ高橋さんもやるんですか。私もですね、実を言うと、安頓の方を作るの割と好きというかですね、まあ、携わさせてもらいまして、竹組からですね、でその後電球を入れて、まあ、紙を貼って、さらにちょっとですね、ロウで、溶かしたロウでですね、絵を描くんですけども、そちらの方もやらせてもらっていまして、その後に綺麗な色を塗ってですね完成という形なんですけど、はい、私も携わらさせてもらってます。ちょっと待ってください、はい、その陽方安頓祭りは8月の第4金土土曜日ですけど、はい、これ作っていくっていうのは、じゃあいつから作るんですか。ですね、まあ、安頓連によってちょっと差はありますけども、大体ですね、5月の下旬から、まあ、8月の下旬、まあ、一族に言われるのがですね、作業日程100日というふうに言われてます。3ヶ月ですね、はい。これ高橋さん、これ何年くらいこれ作るの手伝ってんですか。いや、まあ、手伝うというか、まあ、携わってるのはですね、私ですね、役場に奉職したのがですね平成11年ということでですね、はい、もう20年以上やらせてもらってます。もうこれ職人の域じゃないですか。いや、そんなことはないですけど、やっぱりですね、各安頓連にはですねそれぞれですね、まあ、匠という方がいらっしゃいまして安頓の匠ですね、そういう方からですね技術指導を受けながらですね、まあ、若い子たちもですねみんな携わって、本当に若い子からですね、まあ、ある程度偉くなって、年を取った方もですね全員参加作るということから始まってお祭りに参加するという感じですね。ごめんなさい、僕ね部案内なんでちょっと基本的なことを教えてください。はい、喧嘩安頓じゃないですか。喧嘩安頓です、はい。じゃあ壊れちゃうの。そうなんです、壊すんです、壊すために作るんです。壊すために作る、はい。じゃあ毎年これゼロから作って、まあ、ですね、壊すところっていうのが、まあ、一応前に釣ってある釣り安頓っていうところを壊し合うんですけども、はいはい、全部は壊れないんですけども、その付け替えるっていう作業もありますので、喧嘩はですね2日間で何度も行いますんで、その分のですね釣り安頓は毎年作っているということですね、壊すために。そして匠という、まあ、技術伝承ですよね。そうですね、はい。でもこれはそういうことをやってると、この人と、まあ、地域の人のつながりがね、もう深くなっちゃいますよね。そうですね、もちろんですね、役場内のその結束っていうのももちろん高まりますけども、それ以上にですね、まあ、ほとんどはですね町の方が参加しているようなお祭りで、まあ、そういう横のつながりもですね非常に強くなっているというふうに思います。これあれですか、喧嘩安頓っていう名前からすると、はい、ライバルなんですか、それともこう一緒に盛り上げるっていう、どういうタイプなんですか。いや、もちろんライバルであり一緒に盛り上げる、仲間ということでですね、喧嘩もですね、まあ、喧嘩とは言いますけども、ぶつけ合いなんですけども、これはですね、勝った負けたというよりは、きれいに相手の安頓を壊してあげる、きれいに壊せばいい喧嘩だったねっていうことで、まあ、そういうような形でやってるんですよね。きれいに相手の安頓を壊す、壊してあげる、壊す、きれいに壊すのがいい喧嘩。勝った負けたじゃないんだと。そうです、はい。じゃなんか武士道っていうか安頓道みたいな。まあそうですね。そういうね、そういうことですよね。そうですね、壊すっていうのにも意味がありまして、
要するに壊してまた作ってっていう、その何て言うんですかね、破壊と創造というか、そういう中で、まあ、五穀豊穣を、神様にお祈りするっていう意味合いもあって、まあ、何て言うんですかね、まあ、神聖な儀式としても、まあ、あの安頓っていうのがあるんですよ。あ、そっか。僕ちょっとイベントっていう範疇で今頭の中あったんですけど、やっぱり農業の町なんで、五穀豊穣と。そうですね、五穀豊穣の他にもやっぱり商売繁盛だったり、商売繁盛とで、まあ、こういうご時世なので、もちろん疫病退散とか、まあ、そういうですね、あの、意味合いを込めた中でやってると。ただですね、残念なことに、はい、昨年令和2年と、令和3年はですね、まあ、こういう状況、コロナの感染拡大ということで、中止を余儀なくされてしまったんですよね。ああ、そうですね、はい、じゃあ来年こそはと。そうですね、今感染者数減ってきてますけど、どうですかね、まあ、このまま落ち着いていただいて、はい、来年にはですね、綺麗な安堵を皆さんに見ていただければなというふうに思っております。高橋さんね、はい、この2日間で人口3000人の沼田町にね、見に来る方ってどのくらいいらっしゃるんですか。ここ最近でやれば、まあ、2日間で5万人ですね、来ていただいて、いろいろ楽しんでいただいている。あの安藤の他にもですね、ふるさと特産品フェアといって、各道内のですね、まあ、道東も含めいろんなところがですね、地域のおいしいものをですね、持ってきていただいて、まあ、露店を開いていただいてですね、そういう楽しみもありますし、日中の方もですね、まあ、安藤祭り自体は夜なんですけども、はい、土曜日のお昼にはですね、あの大道芸人を来ていただいたりとかですね、体験事業として安藤を押すこともできますし、色塗り体験だったりとか、まあ、そういう楽しいですね、催し物もたくさんやってますんで、まあ、そういうのを目的で皆さん5万人ぐらい来ていただけるという感じですかね、はい、いやじゃあこの8月の第4金曜土曜っていうのはもう町にとっても超一大イベントですね。そうですね、超一大イベントですね、まあ、これがなかったら本当に街にお客さんを呼べるのがですね、本当に困ってしまうんで、まあ、去年と今年とですね、本当に、せっかくね、楽しみにしていただいている方もたくさんいらっしゃる中で中止になったのがですね、街にとっても大変痛手ですね。でもね、はい、安藤の話を聞きしました。はい、でも実はこのイベントじゃなくて、次ちょっとですね、先ほどちょっとお話し出たホタル、はい、はい、ホタルですね、はい、これはずっと地味に毎年ホタルがいるんですか。そうですね、沼田町にですね、幌新温泉ホタル館っていう、まあ、町内唯一の宿泊施設があるんですけども、それに隣接してホタルの里っていうところがありまして、はい、そこではですね、ホタルがですね、毎年7月の上旬から8月の上旬、本州から比べたらちょっと遅い時期になるんですけども、はい、平家ホタルですね、数千匹が、まあ、乱舞するということで、毎年楽しみに、こちらの方に来られるお客さんが数多くいらっしゃいます。これって数千匹ってこの期間中全部合わせて数千匹ですね。そうですね、やっぱりピークがやっぱあって、まあ、そこまで、まあ、どんどん増えていって、まあ、8月の上旬に向けて少しずつ減っていくっていうような形ですかね。去年だったかな、沼田町さんのホームページ見たら、はい、気になるホタルの数、あ、そうですね、はいはいはい、気になるホタルの数ってあれ、毎年数えて、毎日数えてんですか。そうなんです、ホタル館の職員の方がですね、数えていらっしゃるんですけど、ここ数年ですね、ちょっとですね、数の方減ってきてるところはあるんですけども、今年ですね、水路の方もちょっときれいにしたりですね、ホタルが住みやすい環境をもうちょっとですね、また整備しまして、また多くのホタル出てもらえるような形で、今頑張っているところです。でもこのホタルの里ということでね、北海道でも本当有名なんですけど、はい、これ幌新温泉、僕もお邪魔したことあるんですけど、はい、こちらにゆったりしながらホタルを見て、そうですね、で例年であれば、はい、7月のですね、土日祝日はですね、ロングランでホタル祭りっていうのをやってたんですけども、今度ホタル祭りってもあった、まあ、縁日みたいな感じでですね、まあ、軽くビールでも飲みながら見ていただくっていうような催し物もやってたんですけども、まあ、このご時世ということで昨年と今年ちょっとまたそれも中止になってしまいまして、ただですね、ホタル自体はもちろん自然のものでですね、たくさん出ますので、はい、ホタルだけはその散策路で見ていただくっていうことは可能だったんですけども、北海道内でもねちょっとずつはホタルね、はい、見られるところありますけど、沼田町のホタルの里はもうね数が違いますもんね。そうですね、すごいと思いますよ。私自身もですね、まあ、観光担当になってですね、改めてですね、
その維持管理の関係も含めてですね、あの蛍の里何回も訪れてるんですけども、やっぱり毎年毎年ですね、すごい数の蛍がですね飛び回ってるもんですから、なかなか他ではそういう風景見れないんじゃないかなというふうに思います。僕ね、ちょっとごめんなさい、沼田町の蛍の里、この7月のこの時期にお邪魔したことないんですけど、はい、ああそうなんですね。他のところで東京の椿山荘ってところでね、はいはい、蛍の湯辺ってやってないですよね、あるんですね、あの蛍に囲まれるっていう雰囲気。そうですね、そうですね、まあ本州の方だときっとおそらく源氏蛍っていう大きい蛍だと思うんですけども、沼田町にいるのはですね平家蛍でですね、まあ光り方はですね、まあ源氏に比べたら少し暗いような感じがするんですけども、ただですねやっぱり大群でっていうか、まあ乱舞しますんで、ですよね、すごく神秘的な光景見れると思いますよ。僕なんで今東京の話をしたかというと、沼田町のこう漆黒って言いますか、本当暗い夜の中で、ホタルがこう映えるんじゃないかと。あ、そうですね、周りにですね明かり、やっぱホタルって明かりを嫌うもんですから、なるべく暗い状況、まあ、漆黒の闇をですね、出すように、ただ散策路にはですね安全をちょっと期すために、ブラックライトというか、足元が見えるようなぐらいのライトは点灯するんですけども、その他は真っ暗ということで、ホタルもよく見えます。これね、なかなかホタルの光でこう気持ちがね、なんか別次元になるんですよね。僕そういう印象がね、最初にホタルと出会ったのは ね学生時代だったんですけど、別次元だなと思った記憶がありますね。ああそうですね、なかなか非日常ですよね、そうですよね、今度は沼田町のホタルの里にお邪魔したいと思いますが、ああぜひお待ちしておりますので。さて高橋さん、はい、ヨウタカアンドン祭りとホタルの里、もう一つと高橋さんからね、観光担当として挙げるとすれば何かありますか。ですね、沼田町ですね、化石も有名でですね、これもですね蛍の里というか、幌尻温泉に隣接してるんですけども、化石体験館という施設がございまして、そちらの方ではですね、今ちょっとですね中止してはいるんですけども、ミニ発掘体験だったりとか、そういう体験事業の他に、沼田町で出土したですね沼田ネズミイルカっていう沼田の名前を冠したですね、沼田にしかない化石が、出土してるんですよね。で、それのレプリカを展示しているということで、非常にですね、見応えのある、ちょっとまあ、あんまり博物館ではあるんですけど、あまり大きくはないんですけども、そういう展示物、さらにですね、そういう体験事業もできてですね、お子様に非常に人気で、札幌県からもですね、結構来てですね、毎年夏休みの自由研究とか、そういうのに利用してもらったりとかですね、本当に親子で楽しめるということで、大変人気のある施設です。ということは、ホタルを夜は見て、昼間はこの化石と、いう組み合わせもありますよね。そうですね、はい。分かりました。じゃあ最後にですね、高橋さん、全国の皆さんに、島内の方も含め、高橋さんから一言いただけますか。PR タイムいただけるということで、はい、ありがとうございます。沼田町はですね、北海道のほぼ中央、北空地という場所にあるんですけども、田園風景が広がる人口3000人弱のですね小さな町です。ただそのような町でも、毎年5万人のお客さんをいただいております沼田町ヨウタカアンドン祭り、これはですね町民自らすべて手作りで作っているお祭りで、他の町ではなかなか見ることのできないものだと思います。クライマックスの、大型アンドン同士のぶつけ合いは、大地を揺るがす大迫力、その他にもですねふるさと特産品フェアというところで、道内各地のおいしいものもですね、露店で販売しておりますので、来年コロナがもし落ち着いて通常通りお祭りをできるようになるんであれば、ぜひですね皆さん足を運んでいただいて、その迫力を体験してほしいというふうに思います。どうかよろしくお願いします。ありがとうございました。いや、どうもね、本当にもうワクワクするようなお話をぶりで、やっぱりさすが観光担当ですね。あ、そうですか。いや、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで沼田町役場産業創出課高橋浩一さんにお電話をつなぎました。観光担当というよりも、なんかヨウタカアンドン連代表のなんかやっぱり自分でやってると違いますね。本当ね、実はこのアンドの方はもう歴史が40年以上あるんですね。ぜひホームページでね見ていただきたいと思います。そうすると、え、
そこ雪多くて雪を使ったそんなこともやってるのっていう全国的には有名な雪中米とかね、そういったのもありますんでホームページチェックしていただけたらなと思います。じゃあここで一曲いきますね。ジャネット・ジャクソンでアゲイン、どうぞ。お送りしました曲はジャネット・ジャクソンでアゲインでした。大山慎介のみんなの北海道 2.0。 はい、ここで今週のプレゼントです。今週は沼田町の完熟トマトジュース、北のホタルって言います。名前がホタルなんですよね。 190ml 30缶、1箱5名にということで、30缶ありますからね。ヨタカアンドンを思いつつ1日1本どうでしょう。沼田町から直接発送いたします。キーワードは沼田町です。沼田町、こちらを書いてくださいね。宛先お伝えします。メールです。すべて小文字で m@hbc.co.jp。 おはがきです。郵便番号060-8501 HBC ラジオ大山慎介のみんなの北海道 2.0、 締め切りは来週水曜日13日になりますね。お名前、住所、電話番号の他にキーワード沼田町書いてお送りください。ご感想も待ちしております。お送りしてきました大山慎介のみんなの北海道 2.0。 ここで9月26日放送分のプレゼント、浅部町前食堂の懐かしの黄色いカレー3パック、これセットでねお送りします。当選された方は大阪市富子さん、尼崎市和義さん、三田市義弘さん、北海道は北見市ミスターダイアナさん、函館市豚の花子さん、以上5名の方です。そして今月のですね、月間プレゼント、今月は南幌町です。農園、農の猿と書くんですけどね、農園のグループ元気なんですよね。ゆめぴりか新米5キロ、こちらを今月は5名の方にということで月間プレゼントをご用意しています。こちらのご応募はですね、南幌町と書いてお送りください。今週のプレゼントとダブルエントリーもできますので、どちらも応募したい方はですね、今週のキーワード沼田町、そして南幌町と両方書いてくださいね。はい、ということで今週は沼田町でした。高橋さんね、ヨタカアンドンの作り手として20年、あ、違う、役員勤めて20年ですね。いやでもね、こうやって町の方が手作りで、しかも40年以上も続けているイベントがですね、というよりも五穀豊穣のこのまあね、さまざまな、農業についても含めて、こうしたことがですね、町を一体化し、そしてそれを見るために、あるいはそれを感じ取るために、あるいは一緒にということで、2日間で5万人が訪れると。人口3000人の町ですからね。ぜひ沼田町のホームページでヨタカアンドン、それからですねホタル、実はワーケーションやサテライトオフィスも一生懸命やってるんですよ。一日やっぱり無理なんで、ぜひホームページで、ね、確認していただけたらなと思います。お送りしてきました大山慎介のみんなの北海道 2.0、 お相手は今日も来週も、そしてずっとあなたのそばに、大山慎介でした。それでは来週またこの時間にお会いいたしましょう。